やばい、俺が順平をなんか原宿にいそうなお姉系に仕立て上げたのがバレてる。はい、皆さんこんにちは。4月ももう終盤、今年が始まってから4ヶ月が経とうとしていることをなんかすげえゾッとしているタツヤです。いつも以上にグダグダだな。あっという間じゃない？もう4ヶ月経とうとしてんだよ。やばくない？いやー、皆さんはこの4ヶ月何やってましたか？俺来年の今頃何やってんだろう。ゲーム実況してんのかな。ああ、すいません、なんか急にネガティブになってました。よっしゃ、今日も元気にペルソナ3ダンシングやっていきたいなと思います。じゃあね、もう恒例になった欲なタマーということでね、今日こそこのハードモードをクリアしたいなと思います。行ってきます。よし、じゃあ今日はね、コミュの6を進めていきたいなと思います。じゃあゆかりちからだね。おしゃれなゆかりと、うん、まあゆかりっちはおしゃれだよね。お、なんか左奥のあのポスターちょっと見ちゃうな。なんか右から2番目一瞬ジョーカーに見えたし、一番左はあれだよね、トロサーモンの久保田さんだよね。え、似てない？ M1 チャンピオンになった時の服装あんな感じじゃなかったっけ。ゆかりに呼ばれてアイギスと一緒に部屋にやってきた。お招きありがとうございます、ゆかりさん。たまには部屋でのんびりもいいでしょう。散らかってるけどゆっくりしてよ。どこが散らかってるんだ。ここがゆかりさんの部屋でありますか。やはり私の部屋とは違いますね。アイギスの部屋はね、本編にも出てきたけどなかなかインパクトすごかったよな。うん、なんかいい匂いするね。え、あ、やばい、あ、惹かれてる。あ、やばい、視線が痛い。この先のセリフを聞くのが怖い、ボタンを押すのが怖い。はい、大気組成も私の部屋とは異なっているようです。異なってるんだ。とてもいい香りですね。芳香剤の類でしょうか。どうなの。ああ、そういうことね。君のこと誤解するとこだったよ。いや、その解釈は誤ってないと思うよ。誤解じゃないと思うよ。あ、お茶入れよっか。せっかくだし美味しいのがいいよね。うん、みつる先輩にもらったやつあるよ。じゃあ絶対高級じゃん。私もお手伝いしますと言いたいところですが、ゆかりさん、ここは夢の中であります。ん、あ、そっか、ごめん、癖だねこれ。どうしよう、いきなりすることなくなったじゃん。みんなで楽しくおしゃべりすればいいんじゃないの。てか夢の中でもさ、いいじゃん、紅茶飲んだってさ。部屋を見たいよね。は？いやいやいや、見るものないって。あんまりジロジロ見るのとか禁止で。禁止って言われたらな、見たくなるよな。ですが確かにいろいろ見てみたくなるお部屋です。うん、カバンに靴に化粧品、私の部屋にはないものばかり。いつの間にか増えちゃって。ゆかりさんはいつも素敵です。いわゆるおしゃれさんに該当すると思います。ほう、ベタ褒め。どうしてそういったものに興味を。どなたかに見てほしいからでしょうか。おい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 、参ったなゆかりっち。まさか俺のためにおしゃれをしてくれてるのかゆかりっち。どっちかっていうと自分が楽しいからかな。違ったわ。恥ずかしい、全然違ったわ。可愛いものとか好きだし、服は自分が着たいの着てるだけだし。なるほどね。なんかさ、可愛い服着てると気分も変わって、あ、世界が違って見える気がするんだよね。まあ言いたいことはわかる。新しい服ね買ったりとか、なんか髪切った帰りとか新しい靴買ったりとかするとね、テンション上がるよね。世界がですか、興味深いです。うん、ゆかりちじゃないアイギスもね、普段それもうなんか全裸みたいなもんだろそれ。せめて制服着るとかないの。大げさに言えばね、ステージで踊る時もさ、
衣装を変えると別人になった気しない？それと同じで、いろんな自分になれる一番お手軽な方法だからって感じかな。なるほど。なんとなくわかる気がします。まあお財布には優しくないんだけどね。うん、そうだよね。そのお金は一体どこから出てきてるんだ？でもちゃんと安くて可愛いのもあるしさ、そういうの探すのがまた楽しいのよ。そうだ、今度アイギスも一緒に行く？似合いそうなの選ぼうよ。なんかアイギスの今のリアクション女の子っぽくていいな。本当ですか？私に合うものあるでしょうか？あるある。うん、俺が探してあげるよ。リーダーも参戦したいってさ。案外一番センス良かったりして。まあペルソナ3のこの時代に青髪だからな。いつもヘッドフォンしてるし、おしゃれだと思うよ。じゃあ君も約束、買ったもの全部持ってもらうね。アッシーくんです。アッシーくん扱いされてる。ゆかりは冗談っぽく笑っている。なるほど、それは安心です。全力でお買い物ができますね。うん、アイギスの方が力持ちでしょ。頼むわ。じゃあ決まり、早速アイギスのコーディネート考えちゃおうか。いや何でも似合うよ、うちの子は。風花の部屋行って3人で考えよう。なんかナチュラルに省かれてない？俺も一緒に行っていいでしょ。了解であります。もう俺のこと見てない。行っちゃった。あった。あ、そういえばあったわ、こんなの。忘れてた。ゆうき様、コングラチュレーション。デアリストでいいのかな？この手紙をお読みということは、あなた様がどなたかの実質、いえ、私の用意した控室でお一人になられたということ。ふふふふふふ。あまりふふふふふふを手紙に書く人いないよ。この LP、そんな機会も来ようかと、各部屋に仕掛けを施してございます。探索の機会などございましたら、これと同じカードをお探しくださいませ。部屋を出た後に豪華景品などをご用意しております。あなたのエリピーより。どうやらエリピーが部屋にカードを隠したようだ。カードを探してみようか。そうだそうだ、こんなのあったわ。じゃあいろいろと探索するか。どうせこんなゴミ箱の中とか、あ、ないな。調べる。なんかどっかにこう出てくんだよね。隠す気なくない？ねえ、これでしょ？ LP の隠したカードを見つけた。無念。見つけてしまわれましたか。あまり凝りすぎるのもどうかと思いましたが、少し簡単すぎたでしょうか。まあ、今回はまだほんの小手調べでございます。LP のドキドキカード探し、またの機会にぜひお楽しみくださいませ。何か景品がもらえると聞いていた。なるほど。これでコスチュームだったりいろいろもらえるわけね。ちょっと部屋いろいろ探索したよな。化粧品が並んでいる。いろいろ種類があるが、何が違うかよくわからない。どうやら学力あれないようだ。いやいやいや、学力の問題じゃないだろう。てか俺が一生懸命天才にまでしたじゃないか、学力。枕。ゆかりのベッドだ。おい、やめろやめろ、来たの匂いを嗅ぐな。おい、やめろ。枕元には CD がある。流しながら寝るのだろうか。鬼太郎の変態行為を食い止めて、お、ミスドライバーズライブ2007 in Japan。 in Japan って言ってるぐらいだから日本のバンドじゃないんだろうな。海外アーティストのポスターのようだ。モダンな感じは伝わってくるが、知らないアーティストばかりだ。あまり知らないとか言うなよ。誰知らねえみたいなさ、知らないことでマウント取るツイッターのリプ飛ばしてる人みたいじゃん。海外、あ、これも一緒だ。そう、これさ、ここのほら、これジョーカーじゃね？めっちゃ似てる。ねえ。いや、これはもう絶対、もうどう見てもトロサーモンの久保田さんでしょ、これ。あ、これも海外アーティストなんだ。電源は入るが画面には何も映らない。規則的な音がかすかに聞こえる気がする。これは、買い物をした後の紙袋だろう。見たことのあるブランドのロゴが書かれている。なんか面白いのないかな。純平のヘアサロンの楽しみだな。参考書とファッション雑誌が並んでいる。雑誌は毎月欠かさず買っているようだ。どの雑誌にも所々目印がついている。へえ。数学に世界史、 A 国語総合、よくわかる社会経済、エッセイ、憂鬱な女神たち。何これ。
あの子自分のこと女神だと思ってるのかな。わかる、女神あるあるわかるみたいなこと言ってんのかな。カレンダー7月13日にペケがついてる。これなんだろう、ゆかりちの誕生日だったりすんのかな。化粧品とアクセサリーボックスのようだ。次のステージに向けて準備をしていたのだろうか。豆だね。ゴミ箱の中は漁れないになってるし、あとは、おい、やめろ、きたろ。おい、歯ブラシに手を取るな、きたろ。はい、ということで、綺麗に掃除された備え付けの洗面台に美容品が置いてある。毎日ケアをしているのだろうか。なるほど、でもまあ、ザ・女の子っていう感じの部屋ですね。ピンクのチェック柄クッションが置いてある。それなりに座り心地が良さそうだ。うん、座るな。じゃあ出ますね。うん、そろそろ戻ろう。おしゃれメガネセットか。うん、コスチューム、メイド服セットを入手しました。だと、はい、ちょっと着替えてきます。何考えてんの。怒られた。そりゃそういうこと考えるでしょう。メイド服、 あまり見ないでくれ。てるてる、いいね、最高だね、かわいい。じゃあちょっとこの二人でまずはメイド服を堪能しようかな。うん、かわいい。あ、しかもちょっとハードモードしちゃった。まあ、いいか。さあ開演だ。ミツル先輩、ブリリアントに決めてください。美しい、いいんじゃないか。まだまだだ。おしゃれ。どうだ、かわいいよりかっこいいが勝ってる。まだまだだ。よし、どうだ。頑張れ。まだまだだ。熱くさせてくれる。僕たちも気合い入れて応援しましょう。いいんじゃないか。さて、ご覧いただこう。やばい、なんか見とれちゃうな。かっこよ。せっ、畳みかける。いいんじゃないか。よし、その調子だよ。どうだ。あれ、これ本当にハードモードになってる。いいんじゃないか。なんか簡単じゃない。すごく乗れてる。俺っちもノリノリになっちゃう。まだまだだ。チャンスタイム。かっこいい。この入りやば。ゆかりっちもかわいいな。いいコンビネーションだ。よし、いいね。どうだ。二人は親友だからな。親友で、これはなんか双子コーデというものでは。ゆかりの熱が伝わってくるようだった。うん、そっちもいいよ。華やかで素晴らしかった。ありがとう、ゆかり。まだまだだ。よし、素敵ですよ。どうだ。やば。おっと、手前味噌になってしまってます。ミツル先輩、指先まで綺麗に動いてて、この曲にアイギスが追加されたんだ。ちょっとやばいな。アイギスと風花ちゃんバージョンも見たいな。どうかな。かわいい。ちょ、あ、これ、これ外そう。ちょ、なんか別パターンとか聞けるかな。
敵ですね。どうかな。一緒だけどめっちゃ可愛いな。これで、あ、またゆかりちがいる。ゆかりちもメイド服。怒ってる。ちゃんと怒ってるわ。じゃあこれはオートにして、じゃあふうかちゃんの、あ、一人邪魔だな。一人邪魔なのがいるから、これも、あ、何、もうこれ決定なん。よろしくね。この後オートに変えたら、うん、順平、順平がいくらでも邪魔をしてくる。よし、行くか。緊張するけどやってみます。最後までやりきってみせます。ふうか、かわいい。リラックス、リラックス。うわ、いい笑顔。そしてこのタイムっていう曲めっちゃいいんだよね。楽しくなってきちゃった。はい。そしてちゃんとハードモードだったね。どうかな。やった。できた。素晴らしい。可憐だな。どうかな。ここで決めましょう。はい。いいね。チャンスタイム。ゆかりつの今のさ動き、マジでアイドルだよな。熱くさせてくれる。見応えは十分だ。同級生。私も楽しくなっちゃった。そのまま駆け抜けましょう。ゆかりちゃん、プロのダンサーさんみたいだったね。本当に楽しくなってきちゃった。うんうん。どうかな。はい。見事だ。みつるさんまで嬉しそうですね。できた。その調子です。邪魔なやつが来た。邪魔だわ。おい、やめろ。俺の視聴者さんはもう7割が男性なんだよ。今みんなふうかちゃんに集中してんだ。邪魔をするな、じゅんぺい。お前の需要は千鳥にしかない。感謝するな、調子乗るから。ほう、なかなか様になってんな。はい、かわいい。100億満点。あー、いらないいらないいらない。この曲のパートナーに。あ、うるさいうるさいうるさい。いらないいらない。ということで、まあちょっと邪魔は入ったけど、あ、そうだそうだ、ごめんね。アイギスのメイド姿見せてないよね。ね、やばい。俺が順平をなんか原宿にいそうなお姉系に仕立て上げたのがバレてる。じゃあアイギスの衣装はこんな感じ。お帰りなさいませ、ご主人様。お食事にしますか、それとも砲弾。砲弾。砲弾食わせようとしてる。超可愛くない。そしてさ、こう髪の、うわ、あ、あ、やばい、あ、破壊力やば。え、もう、え、どれがいい。どれがいい、みんな。
これちょっとこの明るい感じもいいんだよね。これ相方誰だっけ、あ、みっちゃんいけるんだ。あ、もう今日はじゃあもうメイド服デーでいいな。で、みっちゃんの髪の色も、うわ、これとかも似合うな、また。あ、ここで、なるほど。ここ3人こんな感じで揃えられるのか。うわー。ちょっとハードクリアしたら多分出てくると思うから、とりあえずだけ刺さったハードクリアしてくるね、俺。ちょっと待ってね。はい。ということで、全員黒髪です。もう男の夢みたいな、男の夢みたいな今、絵になってます。よし。じゃあ、レッツダンス。いや、この曲ノリノリでかっこいいんだよな。かわいい。ハードモードだからさ、結構難しいんだよね。いやー、このアレンジめっちゃかっこいいわ。すごいな、いい見せ方だ。最高だな。いけます。やっ。一気に行きましょう。ね、油断するともうこんな感じであっという間にミスるんだよね。黒髪似合うな。君だけのステージ、しかと目に刻んだぞ。ミツルさんの迫真のダンス、すごいエネルギーでした。心地よいリズムだ。ミツルさん、パーフェクトなサポートでした。やっ。いやマジでこの曲踊ってて楽しい。迫真ですね。ボタン押してて、アイギスの表情いい。まだまだ。行けます。熱くさせてくれる。僕たちも気合い入れて応援しましょう。はい。いいよ。なって。ここのピアノ好き。脳筋がなんか言ってた。畳みかけます。いけます。はい、はい、風花ちゃん登場。かわいい。いい調子だね。いけるぞ。うん、やれてます。アイミスのダンス、正確なのに心がこもってたよ。素晴らしいサポートをありがとうございました。風花さん、二人とも絵になりますね。本当に風花さんの成長確認させていただきました。素晴らしいですね。やっ、まだまだ。難しい。あー、この表情よ。ステージクリア。結構ミスっちゃったな。お疲れ様でした。イライラ。ステージクリアだね。この曲はもう女性だけでいい。いやー、最高だった。コミはあと一つぐらいやりたいな。じゃあ順平いっとく。順平お兄さんとの約束。あ、いや、ハンドルネームはアリババ。これやりたかったんだよな。これ先やっちゃうか。
お、風花ちゃんの部屋。お花がいっぱい。風花に呼び出され、純平と一緒にやってきた。純平が一緒。あ、リーダー。あと純平くんも。わざわざありがとう。純平くんは空気読んでね。別に構わねえけど、どうした？何？風花ちゃんが呼んだの？うん、実はね、この部屋って私の部屋と同じで、だからパソコンもあるんだけど、うん、どこかに通信がつながったりするのかと思ってちょっと触ってみたの。ほう、つながった？うん、ネットにはつながらなくて私は何もできなかったんだけど、いろいろ試してるときどこかから私のパソコンに一方的に通信が入ったみたいで。これをやってるのが双葉だね。マジか。あれ、でも、うん、さっきと話が違うな。あ、ううん、通信はできるんだけど返事する相手がいないっていう感じで。ちょっと純平にも分かるように言ってもらっていい？それで私は諦めちゃったんだけど、どういうわけか誰かから一方的にメッセージが来て、ごめんね、説明が下手で。一生懸命話してくれてるのが伝わってるから、風花ちゃんありがとう。難しいことわかんねえけど、どっちにしろハッカーってことだろ？ストレガのジンみたいな。おお、ストレガのジンという単語がここで出てくるとは。うん、まあそんな感じかな。だいぶ雰囲気は違うし、別に悪いことされたわけじゃないけど。相手は誰？それがよくわからないの。すぐにまた繋がらなくなっちゃったから。メッセージって言っても簡単な挨拶されたくらいで。どんな？パソコンを触ってたらハッキングされたみたいに突然チャット画面が開いたの。まあ野暮なことを言うけど、風花ちゃんとナビはね、ちょっと時代が違うから、パソコンに対するね、知識量の差がえぐそうだよね。ね。うへー、そうは言ってもなんか怖えな。やっぱりウイルス的なあれだったんじゃね？ううん、そういう感じはしなかったな。ちゃんと向こうに相手がいる感じだった。うん、私なんかより全然パソコンに詳しいみたいで、向こうもどこかに繋がらないか試してたみたい。へえ、そんで？そんでそんで？あ、うん、それでちょっとだけ話せて。うん、そうそう、ハンドルネームはアリババで、相手は多分女の子だと。わあ、鳥肌がすごい。双葉だ。女の子？うん、テンション上げんな。ほう、なら話は変わってくんぞ。可愛ければむしろ喜ばしい可能性もあるじゃん。まあ人見知りの双葉がこんなゴリゴリ来る、グイグイ来る純平との相性、どう考えても悪そうだもんな。ささってジョーカーの後ろに隠れている双葉が目に浮かぶ。どうかな。でも一度つながったならそのうちまたつながる可能性もあるし。うん、私以外にもパソコン触れそうな誰かがいるのはちょっと嬉しいかも。かわいい。風花は嬉しそうだ。うん、またつながるよ。うん、そうだ、エリピーさんに聞けば何かわかるかな。まあ知ってるだろうね。お、それナイスアイディア。私ちょっとエリピーさんのところに行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。俺も行くぜ。まだ見ぬ美少女とお近づきになれるチャンス。あ、千鳥に言います。風花と純平は部屋を出て行ったと。よっしゃ、風花ちゃんの部屋を物色だ。お、世界植物辞典、サムデイイングリッシュ。おー、机の上は非常に綺麗だ。ブックシェルフには参考書が並んでいる。みんなちゃんと勉強してんだな。おい、やめろって、来たろ、やめろ、風花ちゃんの、風花ちゃんの歯ブラシに手を出すな。備え付けの洗面台だ。きっちり掃除され、清潔に保たれている。みんな綺麗好きだね。純平の部屋を漁るのが楽しみだわ。おい、やめろって、来たろ、その先には風花ちゃんの私服が。備え付けのクローゼットだ。扉越しにでも、ふわりといい香りがする。嗅ぐな。あ、コンポ。意外と本格的なコンポだ。
風花のことなので自分で改造してるかもしれない。どんな音がするか試してみたいが今やめておこう。みんなでも女性陣部屋綺麗だね。そう考えるとね、レッツポジティブシンキングお姉さんの部屋がいかに汚かったのかがわかるな。おお、なんか難しそう。ダンボールの中にたくさんの基板が入っている。そういえば風花は機械関係に強かったはずだ。テレビ、電源は入るが画面には何も映らない。規則的な、あ、これ一緒だ。ちょやめろ、来たろそこ、ちょ、お前。風花のベッドだ。目覚ましの類がないが朝には強いなだろうか。スマホのアラームだよ。そういえばカードを探すという目的を忘れていたな。とりあえずこのお花は見てみたいね。フラワーアレンジメントの作品が並んでいる。眺めているだけで華やかな気持ちになれそうだ。それはいい、あったこんなところにフラワーレ、あ、違う、その後ろ、これよし、 LP の隠したカードを見つけたと。うん、ここは一緒だね。さあ、どんな景品もらえるかな。またなんかユニフォームだといいな。おしゃれメガネセット、犬耳ピン、アクセサリーか。まあでも OK ということで、今日はここまでにしとこっかな。そうだよね、ダンシングといえばお部屋探検があったね。すっかり忘れてたわということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。